ということで、超巨大なシンソニックが世界中で暴れ回ってるみたいです。恐ろしいね。超巨大でビルなんかも壊してるみたいだよ。このままじゃオイラたちの群れをやられるのは時間の問題だよ。そんなの怖すぎね。こうしちゃいられないぞ。今すぐセキュリティハウスを作って村を守るんだ。シンソニックが倒せるように応援してくれる君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速セキュリティハウスの準備をしていこう。何から作るの？それに使えるものもあるのかな。シンソニックはビルを丸かじりしていたから、頑丈なブロックでセキュリティハウスを作った方がいいかもしれないな。確か使えそうなセキュリティアイテムがたくさん入ってる。それじゃあ早速作っていこうよ。あら、いつシンソニックが現れるかわからないからね。さっきの映像を見る限り、シンソニックは今まだ街にいると思うから、あっちの方角から来ると思うんだよね。だからまずはこの辺りにセキュリティハウスを作っていって、この先にたくさんのトラップを仕掛けて待ち構えるんだ。よし、それでは作っていくよ。シンソニックはすごく大きかったからな、セキュリティハウスもそこそこ大きくないといけないんじゃないのかな。どれくらいにする？東京タワーぐらいかな。高さはそれくらいで、もっと広さも必要だね。東京ドームぐらいじゃない？東京ドームの大きさ目指して頑張って作っていくぞ。これは立派でかっこいいのが作れそうだね。このサイズ感、ほぼ家と変わんねえじゃねえか。よくよく考えてみたらさ、あまり大きなセキュリティハウス作ってるとシンソニック攻めてきちゃうかもしれないからね。それよりは強力なトラップを作った方がいいかなと思って。それもそうだよね。次のトラップは一体何をしたらいいのかな。これはもちろんこのマグマを使ったマグマトラップだよ。さすがのシンソニックもマグマにはひとたまりもないんじゃないの。よし、それじゃあ早速掘っていくよ。しっかり村を守れるように大量にマグマを流していくよ。完璧完璧だね。これでシンソニックは迂闊にセキュリティハウスに近づくことができないぞ。それで次はどうするの？これで終わり？守れない。これさ、村は守れないよ、バナオ君。守れないか。やっぱり攻めのセキュリティを作らないとね。今シンソニックがどのあたりにいるのかわからないから、このセキュリティカメラとロケットを使って上空に人工衛星を打ち上げてシンソニックの様子を伺ってみよう。おお、それなら遠く離れた場所にいるソニックの様子も簡単に見れるね。まずは作業台を設置してっと、あとはここにポッピンズロケットとセキュリティカメラをこんな感じでセットすればできたぞ。無人ソニック探査機。それじゃあ早速花火を打ち上げちゃおうよ。無人ソニック探査機な。そうとも言うよね。いくら早く置いて。これをここにこうやって3、2、1、エンジン点火。おお、激しく打ち上がってたね。かっこいいね。シンソニックは今頃どこにいるのかな。早速確認してみよう。どこかの草原を走り回ってるみたいだな。ということは、あの大きなシティを食べ尽くしちゃったのかな。ていうか雲の高さまであるじゃん。おっきいね。マグマセキュリティ入らなそう。あれはもう役立たずだよ。言い過ぎ言い過ぎ。結局どこにいるのかあんまり分かんなかったな。だけどシティを出てるってことはこっちに向かってる可能性もあるし、急いでトラップを仕掛けていかないとだね。マグマは役に立たないことが分かったし、何作る？そうだな、やっぱりここはさ、俺じゃないの？鉄ブロックをこうやってこうやってこうすれば、あとはシンソニックが来た時のお楽しみだよ。はい、それじゃあ次、バナオ君のターンね。これこれ！こんなの、シンソニックが来たら一瞬でぺちゃんこになっちゃうから、おいらが特別なやつを作っていくよ。シンソニックもコッパみじんになっちゃうやつだね。まずはこの辺にダイヤモンドブロックを置いていくよ。1個余ったけど、まあいいでしょう。よしよしよし。結構な見た目だね。汚いよ、バラケン。そしたらこの上にディスペンサーをセットしていくよ。いい感じだね。シンソニックはビルを破壊するぐらい攻撃力は高いけど、意外と防御力は低そうだもんね。なんかモフモフしてるし。水をバシャッとやって、出入り口にこうやって足をつければほぼ完成だね。まだ完成ではないけど、上にレッドストーンダストを散りばめていくよ。いい感じいい感じ。よいしょ。ここにリピーターをセットして、先っぽの方にもレッドストーンダストを散りばめて、これで完成だよ。いや、バナオ君、ちゃんとここにレバーつけないと。あ、忘れてた。これで完成だよ。なるほど、バナオ君が作ったのは TNT キャノンっていうことか。それじゃあ今度は、はい、まーちゃんのターン。了解しました。
この TNT キャノンはドカンと行くと強いかもしれないけど、当たらない可能性もあるからね。私はソニックの細い足を狙って攻撃できるように弓矢連射器を作っていくよ。後ろにレッドストーンリピーターをメイン。ナイスだね、ワナオくん。からのレッドストーンをつなげていきまして、この先を伸ばしまして、コンパレーターで減算モードオン。からのレッドストーンダストをつなぎまして、レバーをメイン。あとは中に入れたら弓矢連射器の完成だね。新ソニックは頭が大きいから足元なんて見えっこないはずだよ。これでよしと。カッシー君まで弓矢連射器信じてんの？やりたがったんかい？って言っても、二つも同じものを作っちゃったの？仕組みは同じだけども、中に入っているのがファイヤーチャージなんだよ。つまり、火炎放射器を作ったっていうことだね。なるほどね。弓矢連射器くらいいい案だね。なんかパッとしないなぁ。もっとドカーンといけるようなやつないの？バナオくんがそういうのを待ってました。実は僕、いいアイテム持ってます。一体何それ？これはエネルギーキューブって言うんだけど、これと組み合わせるのが、じゃん！この核兵器だよ。めちゃくちゃ強そうじゃん。だろ、さすがの新ソニックも核兵器やミサイルを食らったらひとたまりもないと思うんだよね。問題はどこに置くかっていうことかな。それじゃあこの辺に設置していこうよ。まれ、使い方はとっても簡単。まずはミサイルの発射台をセットして、ここに繋がるようにエネルギーキューブをセット。おお、かっこいいのができてきてるね。あとは操作パネルとロケットを発射台にセットして、これでよし。これだけしっかりセキュリティが整ってたら、新ソニックもコップみじんだろうし、家に帰りますか。ちょっと待ってよ、バナオくん。そもそも新ソニックがこっちに向かってくる体で作ってるけど、村に入ってくることができないようなものとかないかな。そんな時にはお手軽アイテムが2つあります。と言いますと？一つはこの建築のガジェット。何そのスマホみたいなもの。見ててよ、行くぞ。じゃん。おー、この建築のガジェットを使って岩盤の砦を作れば、いくら新ソニックといってもマイクラで一番硬いブロックだからね、と壊すことはできないんじゃないのかなと思うんだけども、どうだろう、バナオくん。なんてすごいマシンなんだ。こんな一瞬で壁ができちゃうんだし、どこから新ソニックが現れてもすぐにガードできるね。それに岩盤だから簡単には壊せないと思うし、安心安心。この機械だけだと他のトラップの邪魔になる可能性もある。そんな時に使えるのがこのお手軽ネザーゲートホイホイだよ。何じゃそりゃ。全然想像もつかないや。見てもらった方が早いと思うので、早速使ってみたいと思います。吸い込まれないように気をつけてよ。行くぞ、ネザーゲートホイホイ。ヒーバナオくんが吸い込まれていっちゃったよ。今見てもらったように簡単にネザーゲートを作り出すことができるんだよ。行くぞ、ほい。うっ、すっきりした。よくもやってくれたな。パンチ、ぐはー、くれーこの。やりすぎだよ。カシ君のせいでひどい目にあったよ。でもそのネザーゲートホイホイがあれば、新ソニックも一瞬であっち側の世界に行っちゃいそうだね。カシ君めちゃくちゃ便利なアイテム持ってるじゃないの。それじゃあこれで新ソニックを迎え撃つ準備は完了ってことだね。そういうことです。それじゃあお腹空いたし、ランチタイムと行きますか。待て、新ソニック、まだ原っぱで遊んでるぞ。一体ここはどの辺なんだろうね。どこかには向かってそうだけども、あれ、見覚えがある TNT キャノンがあるけど、その両サイドの弓矢連射器らしきものも作った覚えがあるような。わあ、オイラたちの村にたどり着いたみたいだね。なんてこったい、のんきにディナーを楽しんでる場合じゃないぞ。早いとこ新ソニック倒さないと村は壊滅だよ。大丈夫大丈夫、たくさんトラップ作ったんだから。言ったらめちゃくちゃでかいよ。いや、だけど逆に言えば的がでかいっていうことだよ。バナオくんの TNT キャノン直撃するんじゃないの。よし、じゃあ早速発射。うまく当たってくれるといいんだけど。うーん、届いてないかもしれないな。ちょっと飛距離が出ますよ。このリピーターのティックをずらして、よし、もう一発いくぞ。反応、うまくいきますよ、ハニー。どうだ、クライ。おー、ナイス。コッパみじんになったのか。おーっと、ふわっと着地。10点満点の着地見せられちゃったよ。全然ダメージないじゃないの。感心してる場合じゃないよ。今度は足元を狙って弓矢連射器打ってみるよ。これは絶対当たるでしょ。ほら、
お前の酒効果あるのか。いや、そもそも全然届いてないんだけども。なんてこったい。ちょっと疲れてきてるぞ、シンソニックが。ダメだ、意味がないみたい。こうなったらちょっと早いけど、こいつの出番かもしれないな。早とこっちゃおうよ。あの指輪連射券、指輪ももうなくなったみたいだし。全然使えないじゃないの。まずはシンソニックに照準を合わせまして、と。わしら、すごい勢い飛んでたよ。うまく当たってくれるといいんだけど、ちょっとずれてないか。なんかずれてる気がするよ。いや、だけど的は大きいからいけるんじゃない？何が起きてる？不発？そんなバカな。ちょっと待ってよ。もう一回試してみよう。次は違うみたいだ。こいつを食らえ。どうだどうだ。上がってる上がってる。核兵器の威力を思い知れ。いい感じで当たったんじゃない？いい位置に行ったよ。食べた？食べられたかな。急に炎が燃え広がったけど、なんかめちゃくちゃ危険そうではあるけど、ソニックには聞いてないんじゃない？うん、全然聞いてないね。むしろ笑ってやがる。それならこのケミカルミサイル、こいつはどうだ。さすがのシンソニックも毒ガスには効果があるんじゃないの。食らってくれたらいいけどね。よし、行ったぞ。いい感じで飛んでたよ。これは当たるはずだ。どうだ。いい位置を見つけた。だいぶ手前じゃない？微妙。だけど煙が大きいから食らうんじゃないのかな。食らってる感じはあんましないけど、アタフトはしてるような。ちょっと目に染みたとかそういう感じか。うん、全然効果なしだね。で、ハンピョン動き回ってるよ。くそ、残るロケットはあと一発しかないぞ。バラー君、これを発射する前に守護神を召喚してもらってもいいかな。できるだけ守りを固めるんだ。任せて。ナイスだ、ロー君。いいスピードで出してるよ。よし、これで完璧よ。オッケー、あとはこのミサイルを標準を合わせてお願いします。よし、どうだどうだどうだ。おお、上がりました。よっしゃ、上がるぞ。どうなるどうなるどうなる。あ、ちょっとずれたか。どこ行ったどこ行った。消えた。あ、落ちた落ちたよ。バレた、不発じゃん。そんなバカな。残っているのはファイヤーチャージにこのチートアイテムたちか。マーチャにはこのネザーゲートホイホイを、そしてバナオくんには、あれ、バナオくんどこ行った、うん、こっちでいいよ。バナオくんには建築のガジェットを託せ。オッケー、任せて。よし、それじゃあ火炎放射器発射。いけー。どうだ、近寄ってきてるから当たってくれるといいんだけども。絶対当たってるはずなのに全く効いてないよ。この攻撃は効果ないみたいだね。一体何なら食らうの。わかんないけど、もうマーちゃんのそのネザーゲートホイホイぶっ放すしかないよ。オッケー、任せて。行くよ。どうなる。危ねえ危ねえ。吸い込まれてー。ちっかいなー。あ、ダメだ、食べられたな。うん、ちょっともう一回やった方がいいかもしれない。もう一ちゃん。よっしゃ、いけるか。わー、あー、食べられたねー。もう一回だ、まーちゃん。こんなこと、もう少し近めでーねー。うわ、いけるんじゃない、いけるんじゃない。あ、いっぱいチョコと一緒だ。食べられたばっかりだよ。大量の歯で刻んでたねー。もうこうなったら仕方ないね。一旦ガードを固めるよー。はるー、ナイスバラケ。おー、この調子すごいすごい。岩盤で壁を立てればソニックも簡単には入ってこれないでしょう。さすが岩盤、シンソニックの進行を防いでるみたいです。早いとこ新しい作戦を考えて実行しないと。まれ、よし、立派な砦ができたから一度家に戻って何があるか確認してみる。ダメ、まだ使えるアイテムが入ってるといいんだけど。いや、でもなさそうだな。あ、でも大丈夫だよ。まだ僕たちのセキュリティハウスの周りにはマグマが残ってる。あれは効果ないんだよ。効果ないか。それで何が残ってる。開けポッピン。中には看板、カーペット、それに金床に粘着ピストン、大量のホッパーも入ってる。あと使えるかは分かんないけど、シュルカーの殻とチェスト。落とし穴ぐらいなら作れそうかな。さっきのトラップよりも微妙そうです。ただ落とし穴に入れるくらいじゃ絶対出てきちゃうもんね。これは落とし穴だけじゃなくて、いろいろと組み合わせる必要がありそうだな。例えば一か八かの賭けになっちゃうけど、ちょっと試してみよう。まずは作業台を使って、シュルカーの殻でチェストを挟めば、できたぞ。大量のシュルカーボックス。さらに、シュルカーボックスをこうすれば、よし、巨大なシュルカーボックスの完成だ。こいつを使って、シンソニックをどうにかして封印するんだ。でも一体どうやって。他にあるのは、落とし穴を作るアイテムに、金床とホッパーくらいでしょ。いや、待てよ。もしかして、今の原理で、ホッパーをこうやってこうすると、やっぱり、できたぞ。巨大なホッパーだ。なんてでかいんだ。この巨大シェルターボックスと、巨大ホッパーで、何するの。うまくいくかはわからないけども、落とし穴の下に巨大なシェルターボックスをセットして、そこに繋がるようにホッパーをセット。それができた
たら落とし穴にはまったシンソニックを上から押し込むために大量の金属トラップを仕掛ける。そうするとシンソニックを巨大なシュルカーボックスの中に閉じ込めることができるかもしれない。その希望にかけるしかなさそうだけど、とりあえずそのホップはすごく邪魔そうだし、インベントリーに収めた方がいいんじゃない？見えてるそれ、オイラバラオくんは見えてるけど、まーちゃんが見えてないな。ちょっと待ってよ、これをこうやってこうすればこれでよし。視界がすっきりしたことだし、この作戦を実行するとして落とし穴作る？そうだね、村に迫ってくるからこっちの方がいいのかな。だね、セキュリティハウスの隣にちょうどいい広場があるから、この辺りに作っていこう。なるー、よし、とにかく持ってくよ。小さいか大きいから深めに持った方がいいかもしれないぞ。オッケーオッケー、任しといて。横幅も広くないといけなさそうだね。よし、まーちゃん任せてよ。おいらはちょっと新ソニックの岩盤で止めてくるね。早いさ、時間稼ぎ時間稼ぎ。よーし、いい感じいい感じ。これなら新ソニックもなかなか簡単には入ってこれないのね。これだけ深くて大きい穴ならシンソニックも入るでしょ。ナイスだよ二人とも。それではこの巨大なシルカーボックスをセットお願いします。任せて。あれでいいかな、位置もバッチリみたいだね。それでは続けて出すぞ。えい、いったよ。それをシルカーボックスにつながるようにセットして。まるー、この辺で。ほら、なんて大きいホッパーなんだ。シンソニックはまだ手こずってるみたいだから、二人とも急いで上がってくるんだ。あれ？ああ、上がるっていうのはなかなか辛いね。掘りすぎなんじゃない？自分たちで掘った穴だけど。だけどあの巨大なシンソニックを入れるためにはこのくらい深さがないといけなかったからね。よし、それじゃああとはここをカモフラージュするための落とし穴を作って、上に押し込むための金属トラップを作らないとな。よし、それじゃあ黙ってる敵戦隊用のモルクで柱を作っていくよ。まれ、そこに繋がるようにピストンもセットしていこう。それじゃあ私はレバーをメイン。高さはどれくらいあったらいいんだろうね。そうだな、シンソニックの高さが雲に当たるくらいだから、まあだいたい雲くらいじゃないかな。落ちるかはちょっとくらい低くてもいいんじゃない？確かにな、それくらいあれば十分かもしれないよ、バナ君。よし、それじゃあこれで行ってくよ。落ちないように気をつけてね。よし、それじゃあ上でバナ君が頑張ってくれてる間に。ダメ、急ピッチで看板をつけていくよ。まーちゃんが置いてくれた看板の上にこんな感じでカーペットでカモフラージュしていくぞ。えんえん、丈夫丈夫、完璧な落とし穴だ。金床もしっかり積み上がったし、これでシンソニックを閉じ込める準備は完璧だね。だけどさ、思ったんだけども、岩盤で囲っちゃってるからどうやってシンソニック出す？出すっていうよりは一旦あれで放置して、出てきた時にこっちにおびき寄せた方がいいんじゃない？え？止められてない？いやいや、マイクラで一番硬いブロックだぞ。さすがにシンソニックって言ってもな、あれを食べることはできないんじゃないの？やっぱりシンソニックも岩盤には勝てなかったか。岩盤にはね、気のせいか右足が出てきてるような気がするな。おいら疲れてるのかな。いや、あれは見間違いじゃないぞ。シンソニックが岩盤を食べちゃった。大変だよ、もう通り抜けられるようになっちゃった。だけどこっちには見向きもしてないぞ。一体何をするつもりなんだ。え？シンソニックの中からシンソニック出てきたんですけど、あれどうなるの、どうなるの。ありがとうございます。村の方に消えてったけど、何がどうなってるのかなって。爆発してるね。飛んでるね。おっと、そして着陸し、おっと落とし穴が、おい、ちょっと一生懸命頑張った落とし穴が壊されちゃってるよ。それにアイアンゴーレムも倒れてるぞ。なんてこったい、あのミニチュアシンソニックで攻撃してるんだね。これがシンソニックの本気モードなのか。とにかく私たちはめがけてきてるみたいだし、落とし穴引く準備した方がいいかも。そうだね、足元まで来たら一気に引くよ。もうちょっと引きつけて、そろそろか、どこだ。今だ、バナケ。よし、ハヌー、よっしゃー、落ちたねー。落ちたけど、金床も落下したぞ。中途半端に、え、あ、つけるとこ間違ってるかもしんないな。そうね、少しは落ちてたけど無事押し込めたかな。とにかく一度下の様子を確認してみよう。シンソニックの姿見える？今のところ見えないけど、ホッパーで吸い込まれ
ちゃったのかな。オイラたちも吸い込まれるの怖いし、別の穴を掘って確認しに行ってみようよ。姿が見えないっていうことは入ってる可能性が高そうだよね。神に祈るしかないよ。ホッパが見えてきたね。真相肉がいるかもしれないから気をつけて。いたところ姿は見えないけど。よし、それなら早速このホッパを取り外してみよう。よし、それじゃあ。ホッパは取れたよ。中を見るのちょっと怖いけどお願いします。え、僕なの。カシテ君が考えた作戦でしょ。責任持ちなさいよ。それもそうだな。よし、それじゃあ確認してみるぞ。うわぁ、シュルカーボックスパンパンにチェーンソニックが入ってる。ってことは封印成功だね。だけど、どうする？これ、このままにしておく？村の近くにこんな危険なものがあるなんて嫌だよね。それじゃあ誰も拾えないように海にでも捨てに行く？それいい案だね、バナオ君。よし、それじゃあシュルカーボックスを回収するよ。よし、回収完了。それじゃあ海に捨てに行きますか。これでやっと村に安全が訪れたんだね。まあ今すぐにでも出てくる可能性あるけどな。いや、怖いこと言うのやめなさいよ、バナオ君。あとはこれを誰も拾わないことを祈って。思ったより近め。だけど海の底深くまで落ちてるし誰も拾うことはできないでしょう。それにそのうち潮の流れで遠くの方に運ばれていくよ。それもそうだね。よし、それじゃあ無事に封印することもできたしお家に帰ろっか。ディナーの途中だったからね、早く食べないと。丸焼き丸焼き。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムもあ